中山競馬第6競走3歳一生クラス牝馬限定戦芝の 1800m 出走馬9頭で争われます。正面スタンド前からのスタートです。午後に入って少し風が出てきました。明るい日差しさらに強くなってきました。中山競馬場芝コースダートコースともに量の発表。最後に9番サンカルタスムーズ係員が離れます。スタートしました。ちょっとバラッとしたスタート。さあ先行争い2番のホノノディーバいいスタート。高ダッシュはスト9番サンカルタ一気に先頭に立ちます。内から1番タガノフィナーレが2番手に並んでいってストから8番オーソレミオ直後に7番のゴールドエクリプス6番カランセ最内から3番東方ダブリン1コーナーを回ります。花に立ったのは9番サンカルパリードを2馬身から3馬身2番手は2頭2番のホノノディーバスーッと今2番手に上がって内半馬身1番のタガノフィナーレ1馬身差4番手8番オーソレミオそれから1馬身3番東方ダブリンが行って外には7番ゴールドエクリプス向こう上面です。1馬身差6番カランセ後方3番手あとは2馬身差内から4番スマートオリーブ半馬身外に5番のパンケーキという体型。各は向こう上面の中間に入ります。さあ9番サンカルパ後続を6馬身7馬身とリードを広げて3コーナーに向かいます。2番手2番のホノノディーバ内から1番のタガノフィナーレ 1000m は59秒4で通過。その中段に取り付いた8番のオーソレミオ2番手集団が3頭固まってその後2馬身差600を通過。7番ゴールドエクリプスあとは4馬身6番カランセ内が3番の東方ダブリン第4コーナーのカーブ逃げる9番サンカルパリードは3馬身ぐらい8番オーソレミオが差を詰めてくる400を通過。そしてそこから7番のゴールドエクリプス内は2番ホノノディーバ直線コースに入りました。さあ先頭は9番サンカルパまた突き放す4馬身から5馬身のリード8番のオーソレミオが2番手200を通過。そして3番7番ゴールドエクリプス外から4番のスマートリーブがそれを追って今4番手から3番手に接近抜けた9番サンカルパ2番手はオーソレミオ先頭サンカルパゴールイン逃げ切りました。2番手8番オーソレミオ3番手最後4番スマートオリーブ上がりました。中山第6競走3歳一生クラス芝の 1800m を逃げ切りました。9番サンカルパ勝ち時計は1分46秒6です。2番手が8番のオーソレミオ3番手はスト4番のスマートオリーブ最後上がりました。上がり4ハロンは47秒2 3ハロン35秒5でした。正面の掲示板1着9番サンカルパ2着8番オーソレミオ3着4番スマートオリーブ4着7番ゴールドエクリプス5着6番カランセで点滅を始めています。レース確定までもうしばらくお待ちください。中山6レースが終わりました。早いペースで引っ張った9番のサンカルパがそのまま逃げ切るという競馬、はい、時計も素晴らしいですね。9番サンカルパがそのまま押し切る1分46秒6という時計です。8番のオーソレミオが2着3着4番スマートオリーブです。1番人気2番人気5番人気の決着でした。単勝9番 2.5 倍枠連88 2.8 倍馬連8番9番 3.0 倍馬単9番8番 5.4 倍3連複4番8番9番 11.5 倍3連単9番8番4番 30.0 倍です。確定までお待ちください。